後根亭肉親は、落語家。落語協会所属。本名、山口直樹。広島県広島市出身。出囃子、神田斎。門、裏梅。1990年広島県立広島皆実高等学校卒業。1994年3月に愛媛大学教育学部卒業後の翌月に二代目古今亭圓菊に入門、前座名、古今亭菊秋を名乗る。1998年5月、二ツ目昇進。柳家京之助はちょうど同期にあたる。2007年3月に四代目隅田川馬石、柳家京之助、六代目春風亭柳朝、柳家はレフトローと共に、真打ちに昇進。古今亭肉師、と改名。2020年4月、新型コロナ感染防止のための緊急事態宣言を受けての東京の寄席定席の休館により4月2日で中断した落語協会の真打ち昇進披露興行中止を受けて、菊師が個人的に4月3日からスタートさせたツイッターを使っての昇進披露のお祝い古城リレーは団体の枠を超えて東西演芸会に広がり、5月24日の桂すずめ、太島で総ツイート工場数49、延べ51日間のロングランとなった。2021年5月3日、緊急事態宣言により5月1日から寄席が休館となったことを受け、配信落語会、寄席がなくなった。を企画。落語協会の前座5人と林家美子一が出演。収益は前座に配分された。手の指が定期的に腫れてしまう。教員免許取得。趣味は野球。2007年公開の映画、しゃべれどもでは、落語監修を務めた。みゆき、ツイッター工場。ミント、タゲター、2020年5月30日閲覧。井上秀樹、前座を助けたい。配信落語会窮乏を知った先輩ら、一肌脱ぐ。朝日新聞。https://www.asahi.com/articles/ta3s149026577.html 古今亭肉親、寄席休業で、困窮の前座支援、ツイキャスで無観客配信落語会を企画。法治新聞。2021年5月31日閲覧。ありがとうございます。